犬が突然吠えなくなった。は危険。考えられる理由と注目すべきポイント。大人の犬になった。犬が突然吠えなくなった時に考えられる理由は、大人の犬になったっていうことやねん。個体差はあるけど、3歳を過ぎた頃突然吠えなくなることがあるねん。少し遅い場合でも5歳を過ぎた頃突然吠えなくなることがあるねん。あまりにも突然のことで驚く飼い主さんがほとんどやねん。犬の3歳から5歳は人間の20代半ばから30代後半くらいで、酸いも甘いも経験し、一段と大人になる年齢やねん。注目すべきポイントは、これまでどんなことで吠えていたかっていうことやで。おやつが欲しいって吠えてわがままを言ったり、お散歩に行きたいって吠えて興奮したり、みやみやたらに吠えることってなかった。吠えることであなたをコントロールしようって考えてるうちは、まだ幼くて、吠えること以外の自分の気持ちを伝える方法を知ったとき、吠える頻度が減っていくねん。愛犬が突然吠えなくなったときは、また一つ大人の犬へ成長した証って考えると良いんやで。痛みに耐えている。犬が突然吠えなくなった時に考えられる理由は、痛みに耐えてるっていうことやねん。犬は我慢強い動物やから、どんなに痛く苦しくてもじっと耐え抜こうとすることがあって、そんな時吠えることもしないけど、痛みに耐えるために寝て過ごす時間が増えるねん。眠ってるわけじゃないねん。ケージやベッドの中に入ったり、部屋の隅や家具の下に隠れたりし、体をギュッと丸めて休んでるねん。お散歩にも行かへんし、お水も飲まへんねん。ご飯も食べなければ、大好きなおやつも食べないのが注目すべきポイントでもあり、どんな飼い主さんでも異常だと気づけるはずなんやで。そんな時は愛犬の体に触れてみてな。怒って威嚇する犬もいてるし、じっと耐える犬や痛みからキャンと甲高く声を上げる犬もいてるから、すぐに動物病院へ連れて行ってあげてな。聴力の衰え、または異常がある。犬が突然吠えなくなった時に考えられる理由は、聴力の衰え、または異常があるっていうことやねん。警戒心が強く敏感な犬は、ほんの些細な物音にも激しく吠えることがあるし、警戒する相手の気配がなくなるまでしつこく吠え続けることもあるねん。そんな犬が突然吠えなくなってしまったら心配になるやんな。注目すべきポイントは、あなたの呼びかけにしっかり反応することができるかどうか、これまでと同じように音に反応するかどうかっていうことやで。おやつ、お散歩って聞いたら、どんな犬も反応するやんな。おやつの袋がカサカサする音にも敏感やし、あなたに名前を呼ばれたら嬉しそうに振り返ってくれるやんな。あれ、聞こえてなかったっていうことが多くなった時、愛犬の聴力の衰えが始まってるんかもしれへんで、また耳の病気で聴力に異常が起きてることも考えられるねんで。犬の聴力に衰えや異常があるとき、あなたが帰宅したことにも気づかなかった、あなたが横を通り過ぎようとしたら驚いて飛び起きたとかの様子が見られるねん。聴力検査はかかりつけの動物病院でできるから、気になる場合にはぜひ行けてみてな。まとめ。大人の犬になった。痛みに耐えている。聴力の衰え、または異常がある。食欲がなくなったり元気がないときはかかりつけの獣医さんに相談してな。